朝が来た。第15週。大阪の大恩人。第88回。あらすじ。新聞社は、政府が、1400万円という巨額の費用を投じた勧誘物を、五平の大阪の会社が、たったの39万円で払い下げを受けることになったと、大々的に報じました。鹿屋で、新次郎たちが五代のことを話してると、朝が帰ってきます。梅は倒れてしまいましたね。朝は栄三郎に、炭鉱の証文を交わしてきたと報告します。売り主は、鹿の炭鉱の評判を聞いて、待っていてくれたのです。朝は五代のところへ、出かけることにしました。梅が朝について行こうとすると、雁助が、梅の腕をぐっと掴んで、止めます。梅は、すっかり女の顔になってましたね。商法会議所へ行っても、五代がいないので、朝は、三輪のレストラン、晴れ花亭へ行きます。三輪は、五代が北海道に視察へ行っていると教えてくれます。鹿屋で、朝が寝てる横で、新次郎は、千代に、確かにお母ちゃんは、人と違ってます。あり余ってる力を、待てや、千代にだけ矢の打て、お家や、商いのために使ってくれてる。みんなを守るために、戦ってくれてると、話しました。商法会議所で、旦那衆たちが大騒ぎしています。朝たちには、あんたら偉い五代様と仲良してたけど、ほんまは、なんぞ知ってはんのと違いまんのかと、突っかかってきました。そこへ、男性が飛び込んできて、北海道の勧誘物の払い下げ、取り消しになったと報告しました。北海道で、五代は、三坂に、大阪商法会議所へ戻ると話してましたが、お腹に激痛が走ったようです。心配ですね。続く。